真ん中から徐々に内側にずれていくような形ですね。真ん中から徐々に。じゃあこちらください。はい。手を作るものは地球からもらっているものだと思います。2017ミスアースジャパンは ミス福岡斉藤康夫さんです。おめでとうございます。2017ミスアースジャパンに選ばれました斉藤康代さん。私が今このグランプリというこのティアラを手に入れたこいただけたのは私の実力ではありません。このファイナリストの皆さん、ファイナリスト13名の思いをしっかり私が世界大会に持っていこうと思います。ありがとうございました。いやもう福岡のウォーキングの先生やスピーチの先生、そして福岡大会でのファイナリストの皆さんのおかげで私が今ここに立てているので本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。